今回はリクエストがありまして、過敏症についてです。本題に入る前に、このチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでリクエストの内容は、電磁波過敏症、化学物質過敏症、低周波音過敏症、副腎疲労、脳疲労、高周波音、熱風、振動について対応するエネルギーをお願いします。というものです。まず過敏症についてです。過敏症っていうのは、聴覚過敏、視覚過敏、触覚過敏、味覚過敏、嗅覚過敏、光線過敏、化学物質過敏というものが知られています。聴覚過敏の中には低周波音もありますし、高周波音もあります。その中で電磁波過敏症ですけれども、よくね、ネットとかでは携帯がね、いいとか悪いとかっていうね、嘘か本とかわかんない話がありますけれども、WHO も電波過敏症の存在は認めています。ただ本当に電磁波が原因なのかどうかは不明と言っていますね。ただ電磁波出すときには同時に気孔の気ですね。気も出ているので、それが筋肉やら感覚器官への影響はあるんじゃないかなというふうには思われます。ということで原因は感覚器が過敏だったり、脳の処理が過敏だったりということになります。それでは過敏症全般に対応するエネルギーを送ります。
終わりました。次は副腎疲労、脳疲労についてですが、これは体全体、心も体も含めて全体の疲れを取るエネルギーということで、それを送ります。
終わりました。次は熱風とか振動なんですけども、これはリクエストの内容を読むとご近所さんとのトラブルなんですね。ということで近隣トラブルに関するエネルギーを送ります。終わりました。今回以上です。ご視聴ありがとうございました。